ン芸人の広奥村です。はい、占い研究家後大将です。よろしくお願いします。はい、今日から1週間は旬な人占いウィークということで、はい、後藤先生と、旬な人、はい、芸能人、有名人、著名人を占っていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。さあ、初日はなんですけども、はい、コメント欄で質問が来ておりました、はい、こちらでございます。占いでは運気が悪い時に始めると良くないと聞きます。東山さんは運気が悪い時に社長になりました。自分から社長になりたい、起こしたと言っていなければ、社長業として成功していくのでしょうか、それとも退陣してから良くなるのでしょうかっていう質問でございます、はい。まあね、この流れでの東山さんですか、東山紀之さんですね、はい、はい、東山さんの実はね、これ大運がすごいいいんですよ。はいはいはい、はい、これすべて丸ですよ。あ、こっからずっといいんですね、はい、このいわゆる紙幣ですね。はいはいはい、はい、この、紙幣では、大吉なんですよ。ほう、はい、しかしこれが太陽つなんですけど、はい、太陽つは実はこの、ね、59歳から悪いです。非常に悪いです。9から悪い。なるほどなるほど。今年数え58歳なんです。なるほど、はい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 。で、対応するでこの59歳から64歳、これ K って言って、これ男女級が K なので、はい、まさにそのジャニーズで被害に遭った人たちの、なるほど、まさに救済をやはりやんなきゃいけない。なるほどなるほど。そうするとこれがちょっとダブルで重なるので、この、はい、やっぱりここまあ、収入があったとしても結構きついかもしれない。ただ全体運としてはいいってこと。そうですね、はい、で今年が実はこのあれですね、十大大合というまさに財を破る、はい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 、いわゆる強格、あ、これですね、強格の年なんですよ、はい、なるほど。確かに、だからこの質問の方の運気が悪い時に、運気の悪い時にあの社長になるっていうのはやっぱり良くないです。なるほど、はい、だからやっぱりちょっと未来が暗いというか暗雲がありますけど、はい、彼はこれを乗り越えていくしかないと思います。これ乗り越えれそうってぐらいいい。あ、結局この紙幣っていうのはもう自己努力による成功なんです、はい。ああ、なるほどなるほど。で、これはもう天の、まさに天の、はい、あのまあお試しって言った方がいいかもしれない、ね。あ、じゃあちょっと試練が今来てるけども、そ、はい、その本人の努力で乗り越えれそうだっていう。そうですね。だから彼は逆にあの、はい、少年良くないんですよ、紙幣では。はあ、なるほど。で、おそらくこれだから太陽に助けられたんですよ。はいはいはい、はい、じゃあ次は逆という感じですね、はい、そう、だから太陽で良かったのがここなんですよ。はい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 、まさしく少年隊ですね、はい、はい、これで乗り切れたので、まあこれの、まあ、恩返しという意味でここで頑張っていただければ、それでまあすごいですね、全体バランス取れてるようになってるんですね、はい、人生って、はい、長期してなくて、なるほど、はい、でもご自身の努力で超えれるそうだという、はい、そういう見立てでございます、はい。さあ、それでは、本日の、一人目はこちらでございます、はい、祝結婚霜降り明星せいやさんの、今後占うでございます、はい、9月22日ラジオの生放送で、せいやさんが一般女性との結婚発表でございました、お相手の方は妊娠中であり12月頃の出産予定でございます、相方の粗品さんは離婚公表されまして、ね、公私ともに話題の絶えないコンビでございますけども、せいやさん結婚で今後の活躍影響などあるのでしょうか、はい、お願いいたします。はい、はい、はい、聖夜さん、まさにこれ、あの聖観が、はい、はい、これ聖観って実はあの女の子って表すんですよ。ほう、これ、まあ今年これが、まあ、開いて、これがちょっと関係して、まあ抑えたっていう関係なんですけど、はい、これまさにできちゃった子ですよ。へぇ、ただ、まあ女の子が生まれる可能性があるかもしれない。なるほど、なるほど、12月もすぐですもんね。そうですね、はい、どうですか、お仕事への影響は。そうするとこれ正官がまさにこれあの仕事ですから、うん、地位とか仕事を表しますから、これは仕事をまたバンバン来ますよ、出た、はい、もうさすが、もう、はい、もうここはもうスーパースターですからね。そうですね、はい、なるほど。ということはもう家庭も、はい、これで、そうです、ね、奥さんできて、お子さん生まれて、はい、で仕事もバンバンで、はい、特にじゃ不安はないということですね。もう何もかも二重丸というか、はい、花丸ということで、はい、先生今日も、はい、はい、なんかそれでちょっとだけ、ここちょっとあんまり汚れというか、あんまり綺麗な関係じゃないですか。だからちょっと、はい、あのそういう浮気とか、あら、そこら辺だけ要注意。なるほどなるほど、はい、もう芸人にはつきものでございますけども、はい、そこだけは、注意ということでございました、はい、先生今日もありがとうございました、はい、明日からも、旬な人どんどん占っていきたいと思います。皆さんもコメント欄に占ってほしい方のお名前ぜひお書きくださいませ、それではまた明日もご覧ください。また明日。